群馬県立四季島公園野球場。群馬県立四季島公園野球場は、群馬県前橋市の県立四季島公園内にある野球場。施設は、群馬県が所有し、四季島パークマネジメント JV、共同企業体が指定管理者として運営管理を行っている。施設命名権により、愛称を、上毛新聞四季島球場としている。詳細は後日。 新聞報道等において、前橋敷島球場と呼称される場合がある。敷島公園は1922年、大正11年により、前橋市が管理運営する郊外公園で、野球場は1932年、昭和7年に開場した。以後、運動公園としての整備も合わせて進められ、1950年、昭和25年から、市から県に移管し、 本格的な都市公園として再整備が進められた。公園内には野球場の他に陸上競技場やサッカーラグビー場、テニスコート、水泳場などがあり、県内のスポーツのメッカとして知られる。野球場は1963年、昭和38年、1986年、昭和61年、1989年、平成元年、 2010年、平成22年に大規模改修を実施しており、1986年、昭和61年の改修事業では、外野スタンドを、コンリート張りに改装した。当時、地方球場の外野スタンドは芝生張りのスタンドが多く、コンクリート舗装のスタンドは、異例とも言われた。1989年、平成元年の改修事業では、内野スタンドの拡張などが行われた。 だが、近年は、フィールドの両翼が91.5メートルしかなく、プロ野球、アマチュアとも、公認規格を充足しないこと、照明設備の照度が、バッテリー間で、最大1500リットル X しかなくやや暗いことなど、場内設備の老朽化が指摘されていた。こうしたことから、群馬県は2009年、平成21年度、四季島球場の大規模改修の実施を決定。 2010年、平成22年2月18日に着工式、安全祈願祭を執り行い、同年7月上旬に竣工。7月8日にリニューアルオープニングセレモニーを開催した。この2010年、平成22年の改修では、外野スタンドを一旦撤去して、全体的に後方へ、セットバックし、フィールドを、プロ野球開催企画を充足する両翼99.1メートルに、 拡張。照明設備も増強され、最大焦度はバッテリー間2000リットル X となった。FRP 製、ベンチ席のみだった内野スタンドの座席は個別席に入れ替え、またコンクリート舗装のみだった外野スタンドにも FRP 製のベンチ席を設置した。加えて1.3塁側のファウルエリアに設けられていた屋外ブルペンを撤去してフィールドシートを追加設置した。 また、フェンスの色も緑から紺に塗り替えられた。四季島球場では主に高校野球などアマチュア公式戦が開催されている。プロ野球公式戦の開催は不定期で、近年は埼玉西武ライオンズが2から3年おきに、年1試合の主催公式戦を開催している。2008年、平成20年からは、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスが主催試合を開催しており、 群馬が出場した2009年、平成21年のグランドチャンピオン誌でも1試合が実施された。しかし、2014年、平成26年に高崎市城南野球場が本拠地と定められてからは、試合数が減少し、2015年、平成27年は2試合となっている。また、2010年、平成22年代からは、 プロ野球公式戦の地方遠征も開催されており、主に読売ジャイアンツ主催試合、2011年、平成23年5月10日には、セリーグ公式戦として、読売ジャイアンツ対横浜ベースターズ戦が、ナイターで開催された。巨人主催での同球場開催は、1955年、昭和30年8月4日の対対応戦、以来56年ぶりであった。 試合は8対1で横浜が勝利。また、セリーグの開催試合は1989年、平成元年6月17日の、広島東洋カープ対ヤクルトスワローズ戦、以来22年ぶりである。2012年、平成24年8月には埼玉西部ライオンズ対オリックスバファローズ戦が開催された。また埼玉は、通常のメットライフドームや大宮での主試合とは、 異なり、一類、側ダックアウトを使用する。2013年、平成25年6月21日、セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ第7回戦が18時開始のナイターで開催された。試合は4番打者の安倍晋之助が、連続本塁打を放つなどして4対1で、巨人が、前橋での59年ぶりの勝利を収めた。 2014年、平成26年も、読売ジャイアンツ対広島東洋カープ戦が9月3日に開催され、4対2で巨人が勝利している。この開催に合わせ、スコアボードの更新と多目的トイレの改修が行われた。2016年、平成28年6月24日、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ戦が18時開始のナイターで開催された。 埼玉西部が前橋で開催する主観試合は2012年以来4年ぶりで、あ。2017年、平成29年は5月23日に埼玉西部ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ戦、9月6日に読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ戦がそれぞれ開催された。2018年、平成30年は4月25日に、 読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ戦が開催20対4で巨人が勝利している。また8月28日に埼玉西部ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦が開催された。2019年、令和元年は5月8日に埼玉西部ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ戦、9月4日に読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ戦がそれぞれ開催された。 2020年、令和2年は6月19日に埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ戦が開催される予定。群馬県は2008年、平成20年10月20日、四季島公園野球場と群馬県民会館の愛称を対象として施設命名権を売却すると発表した。希望売却額は野球場が年間700万円、県民会館が 年間1000万円、希望契約期間はいずれも5年間とし、同年10月21日から12月19日までの2ヶ月間、売却先の募集を行った。その結果、四季島球場の命名権取得を申し込んだのは、工芸新聞社一社のみで、同社が提示した希望額は年間500万円の2年間契約であった。2009年、 平成21年1月15日、弁護士ら7人からなる県の選定委員会は、全会一致で同社を売却先に決定し、これを受けて県は、同年4月1日から施設の愛称を、工芸新聞式島球場とすることを発表した。ただし、同球場での定期開催を行っている、読売ジャイアンツ戦は、競合他社の読売新聞社が主催となる関係上、正式名称の 群馬県立四季島公園野球場の表記を用いている。群馬ダイヤモンドペガサスがナイター試合を行う場合、関越交通の最寄りバス停である競技場入り口バス停に止まる最終バスの前橋駅行きバスの最終便が到着する時間が非常に早く、最終数は平日19時48分。土日宿は18時22分。 試合後はタクシーを呼ぶか、約2キロメートル離れた国道17号沿いの下小出バス停まで歩くなどの対応が必要となる。また、四季島球場の最寄り駅は群馬総社駅となっているが、約4キロ、前橋駅は6キロ離れている、徒歩45分かかる。また、プロ野球が開催される場合は、J リーグザスパクサツ群馬同様にシャトルバスが運行される。 前橋市には他に、前橋市民球場もあり、プロ野球が同市内で試合を開催する場合は、この敷島球場が使用されるので、来訪の際には注意が必要である。また、高校野球や群馬ダイヤモンドペガサスは、両方の球場を使用するため、どちらの球場で開催されるか確認が必要である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。